はい、皆さん明けましておめでとうございます。ハワイの英知を伝えているハワイ在住クムフラオレナです。アロハー。さて今日はですね、お正月最初ですね、今年最初の動画になります。なんと久しぶりの動画なんですね。実はですね、年末からいろいろパソコンをいろいろねいじっていたらですね、なんか自分の YouTube に入れなくなったんですよ。もうびっくりですよね。で今日やっと入れるようになりまして、これからねアップしていこうと思っているんですけれども、今ですねお正月は、ボイジャータロットカードのリーディングから始まりまして、もうすでに、昼間と夜と1日に2人ずつやらせていただいているんですけれども、年末からずっとそれをやってきました。そしてですね、ボイジャータロットカード、はい、これです。見て見て、サーティフィケート届きました。ジェームス博士から届きました。嬉しいですよね。嬉しくないですか、これね。2021年の1月1日に書いてくださったサーティフィケートが届いています。そしてちゃんとですね、あれです、シズオレナプワラに福留めになっています。このお名前のサーティフィケートでね、初めてのボイジャーのタロットのリーダーとしてのサーティフィケートが届きました。ということでちょっとお知らせでしたね。そして頭がピンクになったんですけど、なんかねこの間海入ったらあっという間になんか白っちゃけてきましてね、びっくりです。そして暑い、外がうるさいので窓閉めたら暑すぎて困りました。で何を話そうかなというふうに思ったのですが、そしてですね、このボイジャータロットカードですね、LINE の方でお知らせをして、 LINE から入ってきていただいているんですけれども、皆さんのこう去年ですね、もう去年の4月5月ぐらいから無料のサービスをずっとしていたんですけれども、その時からのいろいろ来てくださるお客様が、LINE で仲良しになって、そしてこうやってカードとかでもまた来てくださっているんですよね。だからなんかもうね、この私のお仕事冥利に尽きるというか、もともと私カウンセラーなんですよね。あとコーチングもこのカードを使ってさせていただいているんですけれども、最初ね全然行動に移せないとか、何か来てるのに気づけない人とか多かったのがもうすごいんですよ。もうこの年末年始に来たらみんな報告してくれるんですよ。どんどん新しいことが始まって進んできているっていうのを私に報告してくれるんですよね。もう嬉しくて、それがだからこういうのって数字とかじゃないじゃない、だから分かりにくいんだけれども、もうみんないい方に進んできてるっていうのがもう嬉しかったんで、今日ちょっと動画を撮ってるんですけれども、ちょっと待って、暑いの、ちょっと待ってごめんなさいね、もういつも暑い、暑すぎて大変、髪の毛も暑いしでなんです。そしてね、本当にそれが嬉しくて、この報告をいただいたりとかね、そういうのが楽しくてしょうがないんですよ。でこれはと思いましてね、もうこれをルーティンにすることにしたんです。これ誰かに語りましたっけ、なんか言ったかもしれないね、動画でね。もう YouTube は初めてなんですけども、ということでですね、私、いつもイベント的に、今日はフラやりますよ、今度は何やりますよ、カードのリーディングやりますよとかって、こういろいろと無料のものをなんかこう急にね、何日から何日までって出してたんです。でもなんかたくさんの方がすごく望んでいらっしゃるので、もうこれはルーティーンにすることにしました。でどういうルーティーンかというとですね、日本時間の朝の9時と、夜の日本時間の朝の9時と、夕方の4時という時間をこのカウンセリングの時間にいたしました。
カウンセリングとかコーチングの時間にしましたので、個人セッションですね、無料のの時間にしたので、その時間でお日にち、あのご希望の日にちを言っていただければお時間をお取りしてやれます。で、何をするかというと、その方によってですけれども、ハワイアンのマナカードか、このボイジャータロットカードか、またはレムリアンカードを使って、それはあくまでもカードはツールなんですけれども、皆さんがどうしていきたいと思っているのかっていうね、心の声を整理していくカウンセリングをしたいと思っています。そしてですね、あとは日本時間の土曜日の朝ですね、朝ですよ、朝フラやろうと思っています。で、これインスタにするか YouTube にするか Zoom にするかちょっとわからないんですけれども、週に3回ぐらい朝フラをやろうかなと思っています。ベーシックですね、ベーシック中心に、あと曲もやっていこうかと思ってるんですけれども、これもルーティンにすることにしました。はい、よほどの用事がない限り時間の変更をしないで、そこで決めてやっていこう、週に3回ねやっていこうというふうに思っていますので、楽しみにしていてください。そして、LINE の方ではですね、この間ちょっと書いた時に有料って書いちゃったんですけど、有料じゃなくて LINE 登録で無料プレゼントをしていますよね。で、それで新しい動画を撮りましたので、古代ホーポノポノの使い方っていう3ステップ、これを新しく登録される方にプレゼントしています。で、今までもずっと LINE でつながってる方には、またお知らせしますので、キーワードを入れていただいたら、それが流れていくように設定をしておきますので、お知らせいたしますね。そしてですね、あとはです、あれです。カマリオカポーです。カマリオカポーやっぱりものすごくいいので、それを広めていく講座はオンライン講座で作りました。で、それの方をまたちょっとリリースしていきますので、ぜひご興味ある方はお申し込みください。で、こちらもオンラインで、ビデオを見てお勉強していくことになるんですけれども、私と必ず一度、一度レッスンをしてね、1度か2度か3度になるかわからないんですけれども、私が納得いくところまでやらせていただきまして、それで OK が出たらジュニアマイスターというディプロマとともに、持っていって、カマリオカポーを伝えていく人になっていただくというコースを作ってあります。これも今日頑張ってアップしますのでね、楽しみにしててください。で、いいんですかね、これで。はい、そしてこれで髪の毛がちょっとあれで、いろいろお悩み多いですが。でですね、あと1月の新月の時からファスティングがまたあります。オンラインでやっていますので、やりたい人はすぐに私にお知らせください。そして1月、2月、まあ毎月ありますね。だいたい新月始まりだと思うんですけれども、ハワイ島の断食美人合宿を主催しているミシェルさんのところでやる合宿で一緒にやっていきませんかというお知らせでした。で、最初まず私と一緒にちょっと細かいことをお話ししますので、あとはミシェルさんにお願いしますっていう形になるんですけれども、本当にね、私たち毎月やることにしてるんです。私も漏れなく毎月になって、また断食なんですね。はい。まあ、いいですね。毎月できるってことは幸せですと思います。ということで、あとミシェルさんのところが、週に5日間、ね、手ぬぐいを使った体操とか筋トレとかっていうのをね、日本の朝の時間帯でやってくれています。それもなんと無料なんですよ。無料でやっていますので、ファスティングに興味がある方でね、もしも今じゃないんだけどいずれやるかもしれないけどっていう人もいたらぜひ言ってください。体操に出ながらこう慣れていっていただいて、ご自身のタイミングでファスティングができるような仕組みになっています。ぜひぜひ体操おすすめです。本当におすすめです。で、私も楽しくて、出られる時には出ていますので、ぜひねやってみてください。ということで、また今年もよろしくお願いします。